だいぶ開けてるんですけどね。2021年もね、しれっと始まりましてね、今日はね、2021年になったので即興ソング作りまーすね。いいじゃんこれね。でも最近はね、ギターをね結構触ってなかったんですよ。大河ドラマの撮影が立て続けにあってすごいやってました、セリフセリフやってたんですよ。ギターだからね、ほんとちょっとね最近触ってなかったの。うん、悔しいんだけどね。まあ言い訳ですよね。やっぱね、さすらいのねギターマンになるためにはね、大河ドラマの撮影があってもちゃんとやらないといけないなって。ということでね、今日はね、2021年の即興ソング作りまーす。去年作ったね、すごい僕の好きなやつ、道っていう曲好きだね。僕らは道の途中さ、どこに向かうかは分かってないのさ。だから時には喧嘩して笑い合って、一歩ずつ進もうってあるから、ここに一カポをして横着なんだけど、同じコードで違う歌詞をつけてみよう。それがいい。今思いついちゃった。これが2021年テーマソング。いいね。まあ2021年やっぱりね、一番大事なのはさ、健康だよね。やっぱね、健康とか元気が一番とか、まあ元気一番だよね。やっぱり幸せ、みんなの幸せとか、僕的には、大河ドラマとかあったりして、まあ放送始まるからね、放送に向けて強い決意みたいな、そんな感じで行こうかな。そういうテーマがいいよね。2021、みんな元気に行こう。あ、そんな感じがいい。で、ここちょっと浅めの、ちょっとなんかこう、2021っていうのがある。2021って英語でなんていう、英語の方がいい感じだったな。2021と。この C で入って、ちなみにほんと道って曲すごい好きで、C、G、A マイナー、E、F、G、C みたいな、多分王道のコード進行だと思うんだけど、気に入ってるんだけど。2021、さっきの歌詞をもう忘れた。さっきの歌詞忘れちゃった。2021、みんな元気に行こう。実家の母ちゃん父ちゃんも見てるぜ。これはあまりにも意味が分かんないから、ちょっともうちょっと綺麗にしたい。2021、みんな元気に行こう。
ートも遊びもね、お仕事も遊びもねって、遊びもエンジョイとか言ってね、お仕事も遊びもエンジョイしよう、お仕事も遊びもエンジョイしよう、エンジョイしよう、でや、あ、これで今できたじゃん。悲しくたって笑顔で、寂しくたって大声で笑おう、悲しくてもいいね、悲しくても大丈夫、僕がついてるよ、うん、いいかもしれない、うん、前向きな言葉だ、よく見てこれ、そばに強い友か、あ、いいね、仲良くして、悲しくても大丈夫、僕がついてるよ、よく見てごらん、そばに強い友が、がみたいな感じか、オッケーできた。じゃあちょっとやってみようか。タイトルはね、2021年のつよっぽんの即興ソング、聞いてください。2021、みんな元気に行こう、お仕事も遊びもエンジョイしよう、悲しくても大丈夫、僕がついてるよ、よく見てごらん、そばに強い友がいる、2021、みんな元気に行こう、お仕事も遊びもエンジョイしよう。うん、ちょっと近くなったけどいいと思います。はい。ということで、2021年もね、お仕事も遊びも皆さんね、まあ大変な状況ではあるんですけど、工夫しながら元気に毎日過ごしていきましょう。チャンネル登録よろしく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。